とうございます。今お聴きいただきました石の船という歌で、私は昨年ソロデビューをさせていただきました。まだお持ちでない方、ぜひ売ってますのでね、今日お買い求めいただいて、覚えてあちこちで宣伝をしていただければ嬉しいなというふうに思います。もともと私は姉妹で、デビューする前から歌手に憧れて、小学校4年生から民謡をやっていたんですね。で、民謡を始めて、民謡で日本一をいただいてから歌手になろうと、歌手を志して、一生懸命頑張って、こうして今ここで歌わせていただいておることができるんですけれども、やっぱりね、ありがとうございます。民謡をしてましたから、ぜひ皆さんに今日は民謡を聴いていただこうかなということで、民謡をメドレーで用意してきました。まず1曲目はね、今 NHK の大河ドラマ「セゴドン」で話題の鹿児島のおはら節そしてそこからピョーンと北海道に飛びまして、北海道歌2曲続けて聴いていただきたいと思うんですが、今日鹿児島出身の方いらっしゃいます？いないですね。北海道出身の方は、そっか、だから北口さん、そう、ヤゴーさん、あ、そうですか。北海道どちらですか？小町館内の帯広の近くの小屋頃。あ、そうですか。まあ、詳しく、どちらですか？まあ、じゃあ、ぜひぜひね。いいですね、なんか。いやいやいや、もうね、私そういうの、なんかこう地元が近いのを知ることができるって、すごく嬉しいですよね。全く知らなかった人が。まあ、残念ながら今日私今までお会いした中で宮崎出身の人がいなかったんですけど、うちのマネージャーと私を応援してくれているファンの中の方が、すごい家がご近所さんですごいローカル話で盛り上がってたっていうのを見ると、なんだか嬉しいなというふうに、こうね、黒木美香を通して知らない人たちが実はご近所さんで、そこからこう親交が深まっていったら、やっぱりそれって私嬉しいなと思いますので、ぜひ後でゆっくりこうなんか思い出話、地元の浸っていただければと思いますけれども、まあ私喋ってたら何喋ってるか分かんなくなっちゃうんですね。今どこまで歌ったかもちょっと分かんなくなってきたんですけど、あ、そうか、民謡歌いって言って、そこから話がこういったんですよね。はい、大変失礼いたしました。